皆様こんにちは、松代の春祭りでまたこうしてちょっとした演奏をさせていただくことに感謝です。今日は本当いい天気、あんまりガンガン暑くないみたいな素晴らしい天気に恵まれているんでちょっと気持ちいいですね。一番最初にちょっとお酒を飲まさせてもらいます。それから先祖代々のね、この土地の先祖代々がここの、まあ土地にはたくさんの先祖代々がいたわけで、その土地の方々にちょっとお酒を振る舞いたいと思います。じゃあ舞台も整ってきたということでちょっとやらせていただきたいと思いますが、今日はどんなことをやろうかなっていう考えましたが、いつも通りですけどドラムをやります。ドラムとかいろいろで松代に引っ越して僕5年が経ちましたが、引っ越してきてよかったなと思ってます。素晴らしい環境、ただ一つ少し寂しいことがあるんですけど、東京から引っ越してきたんですけど、東京にいた頃はまあ晴れて霞がない時には富士山が見えたわけですね。ここの山々も素晴らしいんですけど、やはり富士山は日本で一番高い山ということで、見えるとやっぱり気持ちが上がるわけでございます。でもここからは見えませんけどね、ここでちょっと富士山を建てちゃおうかということで、今日は今から演奏してみんなでここにでかい富士山を作ったらどうかなと思ってます。ということで富士山を思い描きながら演奏させていただきます。よろしくお願いします。
あの時もそうでした。症状でガシ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 、白い粉が風に乗って飛んで僕のところへ飛んで抜けていきました。あの時頂上で吹いた風が今日今吹いている風です。皆さんの生活の中の風が良きものでありますように。そしてもう一つ、今日は春の風が吹いてまいります。春の風が吹いています。皆さんの春がとてもいいものでありますように。2019年の春の始まりでございます。どうもありがとうございました。小さい和紙男でございました。ぜひ来てください。そこでまたやりますんでね、大暴れしますんでね、天の岩戸開きますんでね、よろしくお願いします。